ルドルフ。ルドルフ・フランツ・カール・ヨーゼフ・フォン・ハプスブルク・ロートリンゲン。1858年8月21日から1889年1月30日は、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の子で皇太子。ハプスブルク・ロートリンゲン家の四次として周囲に期待されたが、父ミカドとの反目や政治的対立などから孤立し、男爵令状。 マリー・ホンベッツェラと謎の死を遂げたマイアー・リンクジ。その死については今もなお謎に包まれている。母エリーザベトに代わって厳格な祖母・ゾフィーによりハプスブルク・ロート・リンゲン家の方針に従って養育された。当初、祖母がルドルフにつけた教育係の伯爵は、ムチ打ちや冷水シャワー、過酷な運動等の軍事教練まがいのスパルタ式教育を押し通した。 精神と肉体を痛めつける教育の影響により、ルドルフは暴力的で神経過敏かつ巨弱体質の恐怖心の強い子供となった。またルドルフは内気でいこじでことあるごとに自分の殻に閉じこもった。1865年、ゴンドレクールの教育の影響を憂いた母、エリーザベトが公式に神権を取り戻すことを要請し、 七歳以降のルドルフの教育方針は一転する。1867年に成立したオーストリアイコールハンガリー帝国の思想基盤となったのは自由主義思想であるが、その思想を支えた政治家や教育関係者と信仰の深かったエリーザベトがつけた教育係はであり、彼が選抜した教師のほとんどが多かれ少なかれ何らかの形で自由主義との関連を持っていた。 このことが、成人後もルドルフが自由主義を信奉し、自らの出自にもかかわらず、貴族に対して批判的態度をとったことの原因である。また、ラトゥールはルドルフが、その生涯を通して、連絡を取り続けた、いわば精神的な、大父であったと言える。成人後のルドルフが、今日も、オーストリアで発行されているリベラル系新聞、紙の前身である、 新ウィーン日報編集長だったを通して、後に、フランスの首相となったジョルジュクレマンソの地遇を得るようになるのも、ラトゥールら自由主義者の手引きによるものである。18歳になるまでの教育期間において、ルドルフに関わった教師は同時に30人以上いたこともあると言われるが、この人数は19世紀後半当時の王公貴族の教育状況においては、とりわけ極端に多いとは言えない。 例外的なのは、前述のようにこれらの教師たちの多くが、保守的な王公貴族の教育とは、正反対といえる自由主義の信奉者だったことである。そのためルドルフは、父、フランツヨーゼフ一世の保守的で時代遅れな思想とは、異なり、母エリーザベトと同じ自由主義的な思想を持っており、そのため父ミカドに強く反発し、その絶対君主ぶりを激しく非難した。一方、 公務を放棄し、家族との接触が少なかった母エリーザベトは各地に旅行に明け暮れていたため、彼女は息子、ルドルフの理解者とはなり得なかった。自由主義の影響を色濃く受けた教育と貴族に対する批判から、ルドルフはウィーン庶民の娯楽の場であるホイリゲによく足を運び、庶民の心情を写し取る民衆家シュランメルンを好んで聞いた。は もともとホイリゲなどでウィーン民衆家を口笛で演奏する演奏家であり、そこでルドルフに専属業者としてスカウトされたという経歴を持つ。執筆者としてのルドルフは自由主義をベースに貴族批判を主な内容とした匿名政治的パンフレットオーストリアの貴族とその使命ある貴族青年による警告書1878年をはじめとして、 新ウィーン日報への投稿などをする傍ら、担当教師の一人であった、当時の動物学の大一人者アルフレート・ブレームの弟子として、鳥類学に関する論文やエッセイも多く書いている。政治批判のパンフレットを執筆するときに多用したペンネームはユリウス・フェリックスであった。また、広大な帝国半島の文化、歴史をまとめた24巻にわたる辞典。 絵と文章で綴るオーストリアイコールハンガリー帝国、書刊1885年、刊行終了1902年の編纂も務めた。書館及び第2巻の多くはルドルフ自身の手による文章からなっている。この時点はまた皇太子の作品という別名で呼ばれることもある。1880年代における保守派の再大等。 ことに1879年のエドアルト・ターフェの二回目の首相就任以降は自由主義を誇示するルドルフの政治的立場は不安定なものとなっていった。1881年、ルドルフはベルギー王レオポルド二世の次女、ステファニー、シュテファニーと結婚し、1883年には娘エリーザベトが誕生していたが、性格の不一致は深刻なもので、二人の仲は 冷え切っていた。結婚以前から彼は貴族専門の娼婦や女優たちとの関係があったが、特には一番のお気に入りの女性であった。1888年末頃、ルドルフは十六歳のマリー・ベッツェラと出会った。この出会いを仲介したのは母、エリーザベトのお気に入りだった重子、エリーザベトの兄ルートビヒが一階の女優と帰遷結婚って儲けた娘だった。 艶のない麦わらのような金髪はボサボサで、眉毛は薄く、静止に耐えなかったと、口の悪いラリッシュ伯爵夫人が語った、皇太子ヒステファニーの姿と比べて、マリー・ベッツェラは、小柄の美しい娘であった。やがてルドルフは、マリー・ベッツェラに惹かれ、教皇レオ13世に宛ててステファニーとの離婚を求める書簡を送った。教皇は、不許可と回答したが、 これはルドルフにではなくローマ駐在の外交官を通じてフランスヨーゼフ一世に返書が渡されたために一切が漏れてしまい七味角の激しい怒りを呼び起こした。ルドルフはドイツ帝国最小ビスマルクに不信感を抱いていたため帝国のドイツ頼みの政策を嫌っていた。ルドルフはロシアやフランスとの同盟を構想してフランスには積極的に接近する一方 秘密裏に、ロシアにも赴いたことがあったが、これも新聞によって暴露されてしまった。1889年1月26日、激怒した父ミカドはルドルフを呼びつけて出席した。しかも、翌朝のフランツ・ヨーゼフ一世の書簡には、今宵のドイツ大使館のパーティーには、プロイセン軍第一霊僧で出席するようにと書かれていた。父ミカドは、新聞に暴かれた、 反独疑惑を払拭するために必死だった。プロイセン軍の霊装を身につけたルドルフは、この軍服は僕には耐えられないほど重いとこぼした。その日の午後、ルドルフは、ウィーン郊外のプラーターの資料地に赴き、重視のラリッシュ伯爵夫人に、明日、マリー・ベッツェラを連れてきてほしい。今頼れるのは彼女だけだと語った。警察庁法院ドクトル。 フローリアン・マイスナーが警察長官のフランツ・クラウス男爵に提出した報告書によるとルドルフ最後の夜となった1889年1月28日月曜日に彼はミッツィ・カスパルを訪ねている。彼は夜中の3時までミッツィの元に泊まって何杯もシャンパンを飲み管理人には口止め料として10グルデンを与えた。そしてルドルフは別れ際に 彼女の額に十字を切った。そして、そこから、マイヤーリンクへ赴いた。翌28日、ルドルフは、マリー・ベッツェラと共にマイヤーリンクの資料館に、馬車で向かった。1月30日水曜日午前6時10分、彼の部屋から二発の銃声を聞いた執事が駆けつけた。しかし部屋は、内側から施錠されており、執事は、斧でドアを破って入った。 踏み込んだ先には、ルドルフとマリーが、ベッドの上で血まみれになって死んでおり、傍らに拳銃が落ちていた。はじめ、事件は、心臓発作として報道されたが、時期に、上司として、ヨーロッパ中に伝わり、様々な憶測を呼んだ。ルドルフが、本当に心中したかった相手は、ミッツカスパルで、彼女に心中を持ちかけたが一生に付されたため、仕方なくマリーを、 地での旅の道連れに選んだという説がある。実際、ルドルフは、1888年夏に、メイトリンクのフザーレン協会の前で三つに、拳銃で撃ち合って、死のうと提案している。驚いた三つは、すぐに、ビーンの警察長官クラウスにこのことを通した。それからルドルフは、以前にもまして厳しく刑事たちに監視されるようになった。また、 ルドルフの狩猟友達のヨーゼフホヨスイコール、シュプリンチェンシュタイン伯爵が出版した回想録によると、ルドルフとマリー・ベッチェラが、真珠事件を起こす1889年1月には、すでに二人の仲は冷め切っていたという。皇太子妃のステファニーも、自身の回想録の中で、ベッチェラ・プジンって一体誰だったかしら。幾人もの女性の中の一人、最後の夜でさえ、あの夫は、 例の色女のもとで、あの、ウィーンの娼婦のところで過ごしたのだわと書いている。さらに、ルドルフは、以前から、たびたび3つに6万グルデンもする館を送り、さらに5万グルデンもする、送信具も送っている。また、ルドルフの死後、王宮内の彼の引き出しには、10万グルデン書かれた3つあての封筒が残されていたが、実際に中に入っていたのは3万グルデンだった。 ルドルフの自重武官だったマクシミリアン・オルシーに、ローゼンベルク伯爵の記録によると、ルドルフは、最後の2年間には、側近の者たちからひどい品種を買ったにもかかわらず、軍隊の視察旅行にさえチを同伴したという。なお、ルドルフに、マリー・ベッツェラを紹介した、ラディッシュ伯爵夫人は、フランツ・ヨーゼフ一世とエリーザベットの怒りを買い、オーストリアから追放されて、 アメリカに移り住むことになった。彼女は追放された腹イセからエリーザベトを中傷することを書いたという。事件から94年後の1983年3月11日、63年の亡命生活に終止符を打って、ウィーンに戻った最後の皇后、ついは、リドルフの死が上司ではなく暗殺によるものだという告白を、ウィーンの大衆向けたブロイド氏に言った。 チタの夫である最後の皇帝カール一世は、フランツ・ヨーゼフ一世に暗殺の証拠を挙げられ、真相を解明するよう命じられたが、第一次世界大戦の勃発によりうやむやになったというのである。チタは次のように語ったが、真相はなおも明らかにはされていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。